今回紹介するのは、座右の書、上岸専用、中国古典に学ぶ世界最高のリーダー論という本です。上岸専用は、唐の二代皇帝、太子宗、李与明の原稿録で、 太思想は太祖に次ぐ功績のあった皇帝に与えられる屏号である中国の歴史の中でもこの上段という時代は国内の知性が大変に良かったことからそのリーダーやそれを支えた人たちの姿勢が後世に示された書物ですその太層のリーダーたるゆえんは2つありました1つは部下の権限を尊重したことで 皇帝が何もかもその権力を行使したのでは人民や進化は疲弊しその一言一句に組織が対応しなければならなくなって同質化してしまいその組織はもはや時代の変化についていくことはできなくなると言います。二つ目として太子僧は自分に対して還元する部下を重要してそれを受け入れ その批判に耐えることで自らを鍛え上げていったそうです上段西洋には太胸と進化の問答が綴られていますその中で三峡すなわち銅の鏡歴史の鏡人の鏡の三つを著者は座右の銘としています銅の鏡鏡に映った自分が元気で明るく 楽ししいい顔をしているか歴史の鏡過去の出来事から歴史を学ぶ人の鏡部下の還元を受け入れるこの3つがリーダーとしての最低条件でここからイノベーションが生み出され組織が生産性を上げていく要素であると著者は結論付けます。つまりはこれが普遍的な方法論であり日本でも北条政子や徳川家康 明治天皇に至るまで愛読していたというこの書物は時代に関係なく普遍的なリーダーシップ論が語られていて実際にこの本を読んだ人が理想とするリーダーシップとは何かを考えるヒントになれば幸いであると著者はそう思っているそうです以上興味のある方は 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。